はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。アップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということで、でもういよいよね、1ヶ月後に控えた9月ですからね、もうね、秋の iPhone イベントの噂とかね、iPhone16 の噂に加えて、秋の新製品、そして来年以降の iPhone の噂など活発に出てきているんで、そのあたり中心にまとめていきたいと思います。はい、ということで、ここ1週間の当チャンネルでは、日本ではね、 iOS17.6 というアップデートが出て、衛星経由の通信が可能になりましてね、まあその特集動画を組んでいます。あとはセブンイレブンでアップルアカウントチャージのキャンペーンをやっていまして、 10% お得です。こちらも動画にしています。そして24年度第3四半期の決算をアップルが発表しているんで、まあそのあたりの分析と、そしてアマゾンのサマーセールが開催中です。現在も開催中なので、これらの動画ぜひご覧ください。はい、そしてもう気づけば8月突入ですよね。8月なんで iPhone のイベントシーズンまであと1ヶ月というのを8月1日 95Mac が報じています。 Apple は毎年9月に新しい iPhone をデビューさせていて、近年の iPhone イベントは23年9月12日、22年9月7日、21年9月14日ということで、まあ、このパターンに従うと9月10日火曜日というのが iPhone16 イベントの最も可能性の高い日付ではないかとしていましてね、もう本当の1ヶ月ちょっとなんですね。で、そのイベント関連については昨晩の8月4日ブルームバーグパワーオンニュースレターで扱っていますけどね、 iPhone16 の中核機能である Apple Intelligence は10月まで準備が整わない、しかし今回サービスの準備が整うまで新しいハードウェアを延期することはありませんということで、 iPhone のローンチは昨年と同じ時期に行われて、カレンダーを見ると9月10日が有力ですと。ユーザーは10月に新しいハードウェアを iOS18.1 にアップグレードし、 Apple Intelligence を利用する必要があるとしていまして、でこれもともとね、 Apple 自身も年内としていたんでね、まあ、別に9月とは言っていないわけですけども、まあ、改めて9月にハードが発売されて、10月に Apple Intelligence の、まあ、米国英語版というね、まあ、ところがまあね、まあ報じられているということなんですけどね、まあ、実際のところこれをハード発売延期の理由にしちゃったら、米国英語以外のマーケットではそもそも地域言語向けが今年は搭載されないですからね。なんでまあただの機械損失になってしまうということで、9月末決算の Apple にとってはハードを発売しない手はないということかと思います。はい、そしてその iPhone16 については7月30日 95Mac の記事ですけども、リーカーのソニー・ディクソン氏が X にて本日今年の新しいカラーとともに、その新しいデザインの iPhone16 ダミーユニットを披露したというのを報じています。垂直カメラレンズの配置は標準 iPhone16 が空間ビデオを可能にすると過去に報告されている内容の通りだし、あとは色についてもアナリストクオ氏が以前に予測した説明、ホワイト、ブラック、ブルー、グリーン、ピンクと一致していると。そして iPhone16 と 16 Plus は A18 チップ、 8GB のラム、右側に新しいキャプチャーボタン、アクションボタンなども搭載されるとしていて、まあ、ただまあダミーはね、私も手にしたことありますけども、ケースメーカーが石鹸使うものなんでね、このまあ出ている写真のような質感とか素材感とかではまあ現物は違うということが多いので、まあちょっといまいちに感じてもそれは気にすることはないと思います。はい、そして同じくリーカーのソニー・ディクソンさんは iPhone16 Pro のダミーユニットなんかの画像も公開しています。8月1日マックルーマーズの記事ですけどもね、既存の15 Pro の同じ名前の色と比較して、一見暗いブラックチタンを含む3つの疑惑のカラーバリエーションなんてことでですね、でこの色はアナリスト講師他のリーカーによるブラック、そしてホワイトまたはシルバーという色、あとはグレーまたはナチュラルチタンと呼ばれる色、あとはブルーチタンに代わるローズゴールドで来ると予想されているものと、まあ、3色は近いんじゃないかということで、まあ、4色目についてはなんかブロンズという噂も最近出たりしているので、まあ、ちょっと色目とかどういう名前なのかまだまあ確定もしていない感じもあるみたいですけどね、まあ、プロの場合には色物でもね、落ち着いた色が多いですからね、飽きが来なくていいななんていうふうに思うものが多いですかね。はい、そしてバッテリー容量については8月2日マックルーマーズの記事ですけども、中国ウェイボーのインスタントデジタルというアカウントがですね、16 Pro と16 Pro Max の
このバッテリー容量の数値を掲載したなんていうことで、で、15 Pro が 3274mAh に比べて、16 Pro は3577のプラス 9.25%、そして MAX については4422だったものが 4676mAh になって、プラス 5.74% ってことで、で、加えてこの記事では 40W の有線急速充電と 20W のマグセーフ充電をサポートと噂されていると書いていましたけどね。まあどうやらバッテリー増が一番大きいのは16 Pro のまあ小さい方ってことなんでね。それを狙ってるものとしてはちょっと朗報なこととなっていますね。はい、そして iPhone 以外の秋の新製品の話としては昨晩のブルームバーグパワーオンニュースレターの Q&A セクションの方で情報が出ています。まず一つ目、次期 Apple Watch について新しい情報はありますかという Q に対して答えですね。ガーマン記者、 Apple Watch SE の次のローエンドモデルでは筐体がアルミニウムから硬質プラスチックに変更される可能性が高まっていますと。理由は Apple が SE を若い世代向けの携帯電話の代替品としてプッシュしており、プラスチックの方が子供に優しい可能性があるからだと。空張りも増える可能性がある。そしてコスト面としては多くのライバルが200ドル以下のモデルを販売し、アプローチ SE の249ドルを下回っている。プラスチックで価格を下げられる可能性があると。 SE と標準モデルとの差別化にもつながるのでいいのではないかとしていまして、まあこれライトモデルみたいなのが出るとね、夜だけ睡眠計測目的でサブ機として使うのもいいですしね、まあ、意外と2台運用っていうのは充電の不満をあっさり解決するものだったりもします。はい、そして新しい Mac についてですね、 M4 Mac はもうすぐ登場しますかという質問に対して、iMac、MacBook Pro、Mac Mini は今年中に、 MacBook Air、Mac Pro、Mac Studio は25年に発表される予定だと。人工知能タスク処理に強化されたニューラルエンジンを誇っているけども、少なくとも一つの Mac にはより劇的な変更が加えられるとしています。そして次期 iPad の最新情報についても、ローエンドとミニが開発中であると。で、ローエンドはコストダウンに注力していて、ミニは高速チップ搭載と、まあ、内部コンポーネントの、アップデートが主体だということなんで、まあ、実際、まあ、最新の iPad Pro は確かに全く新しいけども、本質的には6年前のデザインを薄くしたもので、もう少しクリエイティビティが欲しいですよねなんていうことで、まあ、iPad の課題は相変わらず指摘をしていましたけどね。まあ、Mac 自体も私自身の用途だと M3 Max で十分満足しているんで、まあ、M4 Max とか出ても買い替えるかちょっと微妙ではあります。 iPad mini については、まあ、チップの高速化とディスプレイ輝度なんか上がるともっと嬉しいんですけどね。はい、そして Apple Intelligence については昨晩のブルームバーグパワーオンニュースレターでガーマン記者がかなり詳しく語っています。先週 Apple は Apple Intelligence を公開し、開発者に新機能をプレビューさせた。しかし消費者はまだこのソフトウェアを利用することはできず、しかも正式版でも iOS18 や他の新 OS の初期バージョンには搭載されないと。Apple Intelligence はおそらく10月から一般公開される予定で、その際にも公開されるのは一部だけであるとしています。最初のベータ版をガーマン記者が試したところ、まだ期待されているような画期的な技術ではなく改良が必要であることが分かった。しかし Apple の株価は AI の発表以来上昇していて、アナリストもその技術を高く評価している。しかし現時点ではそのようなものではなく、数ヶ月かけて改良されていくものだとしています。とはいえ10月頃にデビューするもののイメージが見えてきたのではないだろうかともしています。で、最初のベータ版で利用可能な機能は以下の通りということで、メッセージアプリのテキストに簡単な返信候補が出たり、メールアプリで優先度が高いメールを要約表示したり、そしてリデュースインタラプションズモード、緊急通知以外を一時的にブロックする機能、通話の録音と書き起こし機能、あとはサファリのリーダーモード、ウェブページや記事の要約を表示する、写真アプリやテキストプロンプトを使って写真や動画のムービー作成、ライティングツールではテキストの編集や要約、文章の構成、異なるトーンなどを出してくれると。Siri の新しいインターフェースも登場し、iPhone や iPad の側面をダブルタップすると Siri に入力オプションが起動するそうですね。で、まあ、ガーマン記者が使った感想としては、メールの要約機能は非常に便利だったと。ただし、テキストメッセージの要約機能には不満が伴ったと。ライティングツールや通話録音サマリーは実用的で時間の節約になるものだったということですが、ただ以前から Android とか Word Pages で使えたものでもある機能なんで、まあ、真新しではないよねということ。そして AI が作成する独自の絵文字、ジェン文字とかイメージプレイグラウンド、通知の優先順位付け機能、メールのカテゴリー分け、
チャット GPT が統合などは後から追加されるので、まあ、Siri の刷新まで入れると2025年まで完全なものは待たなきゃいけないということ。また Siri へのタイピング機能や新しいビジュアルアイコンも登場はしますけども、まあ、これら自体はあまり AI とは関係がないものだとしていまして、で最後にこれらの機能は便利ではありますけども、iPhone 14 Pro のユーザーをアップグレードさせるほどの魅力はまだないとしていましたね。まあ、株価なんかはね、加熱している感じもありますけども、ガーマン記者の記事は冷静かつ分かりやすいレポートとなっていまして、まあ、Apple デバイス後半にわたる機能になって主言語で使えるようにならないと、まあ、買い替え動機にはなりにくいのかなと個人的には思いましたけどね。ただ6月に発表していた iOS18 のチャット GPT 統合については今年後半に向けて軌道に乗っているそうです。 Apple のティム・クック社長が木曜日に決算発表のテレフォンカンファレンスでチャット GPT が年末までに iOS18 などに統合されると述べたそうですね。まあ、この時間枠が8月の第1週現在も軌道に乗っているということを改めて示しているそうです。で AI はね、私も何種類か使ってて思うのは、やっぱりこうアプリとかね、ブラウザーに行き来するのは結構手間なんでね、まあ、それがシステムに組み込まれると日常的な用途としては便利な局面もあるのかなとは思いますよね。はい、そして来年以降の iPhone の噂がいくつか出ています。7月30日韓国の G-ELEC によれば、Apple は来年発売される iPhone SE4 の OLED スクリーンのセカンダリーベンダーとして LG ディスプレイを使用すると予想されているそうです。バジェットモデルはしばらくの間 BOE をスクリーンの唯一のベンダーとして使用してきたけども、次の SE4 については過去に iPhone 13で使用されていた OLED を使用するため、ディスプレイメーカーが簡単に製造できるものとなっているそうです。だいぶね、 SE4 の噂が具体的に煮詰まってきた感じもします。はい、そして来年秋の iPhone 17については8月2日マックルーマーズの記事、 Apple のアナリストジェフ・プー氏によるレポートを扱っています。来年発売予定の4つの iPhone 17モデルは全てアップグレードされた24メガピクセルのフロントカメラを搭載するそうです。で調査ノートで同氏は iPhone 17、暫定名 iPhone 17 Slim、iPhone 17 Pro、 17 Pro Max に6エレメントのプラスチックレンズを備えた24メガピクセルのフロントカメラが装備されるという、まあ、そういうチャートを共有したそうです。で現行の15については5エレメントのプラスチックレンズ12メガピクセルとなっているそうで、まあ、個人的にはねフロントカメラ結構使うんで嬉しい噂ではあります。はい、そして同じくジェフ・プーさんのレポートがソースの記事ですね。8月2日マックルーマーズの記事、Apple 初の折りたたみデバイスは従来予想されていた25年の量産予定には届かないかもしれないという内容。 iPhone 17や Apple Intelligence のようなものに牽引され、 Apple は製品力が強化されることを引き続き期待しているけども、しかしプッシュアウトという言葉を使って現在ディスプレイの耐久性の問題から、以前予想した2025年ではなく26年の第2四半期に折りたたみ式市場に参入するだろうと考えているそうですね。まあ、品質基準の関係で結構難航しているような空気が漂っています。まあ、それで同じジェフプーさんの調査ノートをソースにした9to5Mac の方のね記事を見てみましたけどね。でこれによると Apple は26年に iPhone と iPadMac ハイブリッドデバイスの2つの異なる折りたたみ式デバイスを発売する予定だと伝えられているとしていまして、で7月末に Galaxy Flip に似たトップダウンの折りたたみデザインがディスプレイ契約の噂として出てきて26年後半にリリースされる予定とされまして、でこれとは別にプー氏の新しいレポートでは、まあ、両方が2026年にリリースとしているそうで、折りたたみ式 iPad Mac ハイブリッドが最初にデビューし、26年第2四半期、折りたたみ式の iPhone の方は26年の後半に続くだろうと彼は述べているそうで、まあ、書き方次第でだいぶ変わりますけども、まあ、現段階では iPad Mac 系が先で iPhone の方は後という、まあ、そんな感じになっているようですね。はい、そして最後8月1日 Apple 自身の発表ですけども、こちら App Store ガイドラインの 4.7 という条項を更新したそうです。 PC エミュレーターアプリがゲームをダウンロードできると記載がされています。でこのルール変更はユーザーが古いバージョンの Windows、MacOS、Linux をエミュレートしてクラシックなソフトウェアゲームを使用可能なPC エミュレーター UTMSE を Apple が App Store で承認したことを受けて書き換えが行われたそうですね。
で、4月にレトロゲームエミュレーターを許可し始めたにもかかわらず、6月に UTMSE を却下していたんですけども、まあ、開発者の方が技術的変更して承認されたものということで、まあ、加えて条項も変えたということで、まあ、これちょっとまあね、レトロゲームに限らず iPad の使い方とかとしてもしかして大きく前進するきっかけになるかとか、まあ、ちょっと期待はしているんですけどね、まあ、果たしてという感じです。はい、ということで、もう噂の中心は秋の新製品という感じになりますけども、特にね iPhone16 関連は、まあ、イベントも9月10日あたりというね、まあ、予測をしている人たちも増えてきてるんでね、まあ、楽しみな限りでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。